こんにちは。アトリエサロン虹の子、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。こちらのチャンネルはパステルアートの描き方を楽しく優しく誰でも簡単に可愛く描けるっていう動画を配信しております。すべて私のオリジナルのパステルアートを詳しく説明しながら描いているので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。毎週土曜の午後にお届けしております癒しのアート館虹の輪ギャラリー、こちらは私の作品を一緒にね見てもらうコーナーになっています。パステルアートだったりアクリル画だったりトールペイントだったり、古い作品から最近の作品まで一緒にね見てもらおうかなと思って紹介しております。もうすぐ12月に入ります、年の瀬は本当に師走って言ってね、すごいね目まぐるしく忙しい時期がやってきますけど、お楽しみもねまだまだいっぱいあります。先週お伝えした通り、今日からクリスマスの絵を紹介してみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今日の最初の作品はこちらになります。こちらは画用紙に書いてあります。背景大きいパーツの、ね、リースとかリボンはパステルアートで書いてて、細かいパーツのところはアクリル絵で描いたものになります。こちらは2014年のちょっと、ね、昔に描いた作品なんですけど、クリスマスのフェースを描いた作品になります。いっぱいねこう細かいオーナメントが、ね、あって賑やかなカラフルな絵に仕上がっています。この絵をもとにトールペイントでも描いた作品があります。次はそちらを紹介します。こちらがトールペイントで描いた作品になります。色合いをね描いてみたのでイメージがガラッと変わったと思います。これは材質は木に描いてあって、こんなね厚みがあるものです。アクリルで絵の具で描いてて筆で描いてるものです。細かいパーツねいっぱいあるんですけどね、一つ一つちょっと見ていくと面白いと思います。面白いこんな感じです。ではこちらを2つ比較してみましょう。先ほどの作品とこちらね今紹介した作品を比較してみると、こんなにね印象が変わります。色が変わるとね、同じ図案でもこんなに変わることがね一目瞭然ですよね。皆さんはどちらの色合いが好きですか？こちらはちょっとね本当にオーソドックスなねクリスマスカラーになります。こちらはちょっとね雪のイメージをした冬のイメージの色合いで描いたものになります。こんな風に色を変えてみたり、オーナメントのねものを変えたり、いろいろね自分でアレンジしてみると楽しい作品がいっぱいできると思います。皆さんもクリスマスに向けていっぱいねこう楽しんで描いてみてください。今日はこちらのクリスマスの作品を紹介しました。また次回もクリスマスの作品を紹介したいと思います。いっぱいあるんですよクリスマスの作品ね、なのでちょこちょことお見せしたいと思います。そして今日は最後にお知らせがあります。皆さんにお待たせしていたものです。もう少しね見てください。はい、では最後に今日発表があります。大変お待たせしておりました、私のカレンダー虹の子カレンダーの宣伝をしたいと思います。こちらは今年のね2021年のカレンダーになります。牛年でしたのでこんな感じの表紙になってます。お買い上げいただいた方ね、こちら1月から12月までの絵がねこんな風に毎回
変わっていきます。これと同じ形で今年もねちょっとね作ってみました。ではこちらが来年のカレンダーになります。トラさんです。トラに乗ってるこのね妖精さん、これね今回ね赤い服を着ています。なぜ赤い服を着ているかもうねお分かりの方もいると思うんですけど、これね私の干支なんですよ。私の干支なので赤い服を着ている私です。もうねお分かりですよね。なので今年はねこの寅さん中心で書いてあります。中の詳細ねちょっとねあんまりこう今のところお見せするのもったいぶってるんですけど、次回ねちょっとねお見せしたいと思います。こんな感じで表紙はなっています。こちらの注文の仕方なんですけど、私のショップの方からねこう載せようかなっていう風にやってるんですけど、詳細が決まりましたらまたね改めてご連絡いたします。来週はこちらのねカレンダーの絵をちょっとだけお見せするので、ね、ちょっとね楽しみに待っていてください。朝晩すっかり寒くなってきました。今週はポカポカ陽気が、ね、小春日和が続いて日中は暖かいんですけど夜になってぐっと冷え込みます。どうぞね暖かくしてお休みください。では今週はこの辺で、また来週ね、みんなね見てください。じゃあね、バイバイ。